藍沢道子は、日本の法学者。専門は、労働法。一橋大学大学院法学研究科教授、博士。西尾学術奨励賞受賞。愛知県出身。1991年一橋大学法学部、入学。在学中スワースモア大学に留学し、平和学を学ぶ。1995年一橋大学法学部、卒業。学部は、 国際法の大谷吉尾ゼミ出身。1995年一橋大学大学院入学、森聖子教授に指示。1996年、カリフォルニア大学バークレー広報科大学院修士、家庭修了。1998年一橋大学大学院、法学研究科修士家庭修了。2001年東京都立大学大学院社会科学。 研究科博士課程単位取得。2015年、雇用差別への法的挑戦アメリカの経験、日本への示唆により、一橋大学博士の学位を取得。審査員は、森聖悟、坂口翔二郎、高橋真由美。東京大学社会科学研究所助手在任中、再び、カリフォルニア大学バークレー校法科大学院に留学し、リンダクリーガー教授の下で、 雇用差別禁止法を学んだ。2004年から、一橋大学大学院法学、研究科専任講師、2012年度を准教授。2013年、著書、雇用差別への法的挑戦、アメリカの経験、日本への示唆により、ジェンダー法学会西尾学術奨励賞受賞。内閣府障害者制度改革推進本部、障害者制度、 改革推進会議差別禁止部会専門協力員、厚生労働省変化する賃金、雇用制度のもとにおける男女間賃金格差に関する研究会委員等も務める。趣味はクラシック音楽で2009年にはピアノ演奏でバイオリンの水林平教授とのデュオでアマチュア室内学フェスティバルの港未来賞を受賞しリサイタルを行った。2021年1月、 一橋大学大学院法学研究科教授、ありがとうございます。